こんにちは。今日は2月3日の運動塾通信をお送りしています。今日の記事は1月16日のエコノミストですが、トランプの審判、大統領の責任を問う正しいやり方と間違ったやり方ということで、トランプのことをですね、むちゃくちゃ言ってますね。まあこういう意見もあるんですね。エコノミストが取り上げるんですから、マイナーな意見じゃないと思うんですけども、まあむちゃくちゃ言ってますね。国家反逆罪って言ってますね。独立以来、下院は初めて大統領を2度弾劾した。その間隔は13ヶ月だった。1月13日に議会で採択された弾劾案件は、トランプが反乱を扇動したということである。しばらく彼の行動のひどさを考えてみよう。大統領として彼は紛れもなく敗北した選挙を覆して権力にしがみつこうとした。まず最初に、彼は何ヶ月もの選挙活動において嘘を拡散してきていて、選挙はいかさまで、メディア、裁判所、政治家は権力を保つための陰謀を画策しているということを有権者に訴えてきた。こういうふうに思っている人が多いんですよ。メインストリームの、ニュースは全部これですね。フォックスニュースは違いますけどね。最近は違ってきたんですけど。それから州の役に対して投票を覆すことに失敗してから、彼とその配下は彼が求めているものを彼に渡すために議会を脅し、ボートを扇動した。まあ、実際にはね、ボートは、ブラックライスマターとか、なんだっけ、もう一個の、左翼団体ですね、がお金もらってやったってこと分かってるんですけど、この開拓者はそういうことを信用してないですね。そしてボートが国会議事堂に乱入し、不大領土のペースを裏切り者として脅し、トランプはその必死の議員たちの嘆願を無視して傍観した。まあ確かにペースは裏切り者ですよね と私もそう思います。まあ、今回の選挙でね、誰がどうなのかってことを、いろいろ勉強になりましたね。皆さん勉強になれたと思いますけども、それがいいかどうかっていうことよりも、こういうことなんだっていうことをですね、しっかりと自分の心の中に刷り込むってことは大事なことですね。民主国家において反乱罪、反逆罪ほど重い罪はない。トランプは国家の長として、その宣誓を裏切ったことで罰せられるべきだ。私はそうは思わないんですけどね。でもこういうふうに言う人もいるんですね。彼を二度と大統領になれなくするべきだ。ペロシみたいですね。そうしないと2024年に立候補してしまうかもしれない。彼のような人はアメリカの憲法を踏みにじるリーダーとして、アメリカは断固として拒絶すべきだ。でも彼がやったことは、僕は実績を認めてるんですよね。ただ、方はですね、性格があんまりいい性格なくて、やたらめったら敵を作りましたね。それが、今回こういうふうなジャーナリストを敵に回したっていうのを一つの原因だと思いますね。まあ、人格を無視して発言をするということですね。今週までトランプの国会議事堂への乱入の責任を問うために、ソーシャルメディアは1月20日のジョー・バイデンの就任式の前にさらなる暴力を防ぐために彼を締め出した。FBI は暴力は本当のリスクだと警告したのだが、Twitter と Facebook などは大統領の個々のツイートやポストを締め出してうまくやってるようだ。だから彼は、この書いた人はそれはいいことをしたんだけど、言論の自由は守らなきゃいけないよねっていうような言い方をしてるんですよね。で、トランプ自身は弾劾されて、もう一度政治の舞台に出てくるべきではないっていうような意見を強く持ってるんですね。僕はそうは思えないんですけどね。アメリカの政治を見てるとですね、まあ、非常に感情的にも激しいですよね。まあ、そういうことです。今日はこれで終わります。登録よろしくお願いします。